伝統文化の茶道を通じて環境を考えてもらおうと、オフィス街の丸の内で地球や水などをテーマにしたお茶会が開かれました。このイベントは浦仙家青年部などが主催したものです。茶道を通じて和の心を感じてもらうとともに、自然や環境の大切さを考えてほしいと、丸の内エリアのあちこちに環境をテーマにしたさまざまな茶席が設けられました。リサイクル粘土を使った茶碗でお茶を飲んだり、お手前の体験コーナーなど、イベントは大勢の人でにぎわいました。なかなか難しいなと思いました。そんなに苦くもなくて飲みやすくていいと思います。限られた資源を次の世代にも残していかなければいけないし、こういうことをみんなで考えればいいなと。またポットや葉っぱなど身近なものを使ってお茶を楽しむ茶席も設けられ、人気を集めていました。